闇バイト、宝田容疑者の税金滞納の真相、家族の苦悩と祖父の思いとは、に対するみんなの反応集。宝田も奈美容疑者は横浜市で後藤弘幸さんを殺害し現金を奪った疑いが持たれています。彼の部屋にはキャラクターグッズがあり、証明写真も見つかりました。祖父はホワイト案件の申請に使ったのではと話しています。宝田容疑者は SNS でホワイト案件を見つけ指示役とつながったと警察に説明していますが、途中で犯罪に加担していることに気づき恐怖を感じたと供述しています。それでも犯行を続けた理由は、個人情報を指示役に知られていたため、仕返しや家族に危害が及ぶかもしれないと考えたからだと述べています。祖父は犯罪への加担を断ってくれて、家族に被害を被った方がまだマシと話しています。動機については、税金の滞納金があり、短期間で稼げるアルバイトを探していたとしています。祖父によると、家族の国民健康保険の支払いについて、宝田容疑者の分を本人に請求していたとのことです。祖父は相談してほしかったと話し、一生を台無しにするような犯罪を犯したことを悔やんでいます。相談してくれれば、請求しなかったかもしれないと述べています。国の責任もあるよね。このまま刑務所で生きるのもありかもね。自業自得ってことやで。親もそこまでアホだと思わなかったんだろうな。税金払わなくていいの？自称個人事業主って何者なんだろうね。身分証明書は送っちゃダメだよ。日本でバカが増えたね。無職や生活保護受給者の犯罪が多いって言ってるね。税金と国保の話題だね。健康保険税が高額で負担が大きいって話だね。宝田姓の人は少ないから大変だね。孫が祖父を襲った話をしてるんだね。家族に追い込まれたのかもね。祖父は働いてほしかったんだろうね。22歳で40万は払えないよね。犯罪に走るのはアホやな。個人情報漏れたら家族に迷惑だよね。22歳で国保40万は高すぎるよね。宝田容疑者は塗装の仕事を週6日していたと家族が朝日新聞に語ったらしいよ。家族が追い込んだのかもね。不良外国人の医療費問題だね。国保制度に不満があるんだね。仕事してたのか。何に金を使ったのか気になるね。請求して相談も何もないよね。自営業は保険料高いよね。オンラインカジノで使ったのかもね。相談できる環境じゃなかったんだろうね。みんなの反応としては、宝田容疑者の行動に対する批判が多く、特に税金や国民健康保険の負担の重さに対する不満が目立ちます。少数意見としては、国の制度や社会の責任を問う声や家族の支援不足を指摘する意見も見られます。当チャンネルの意見としては、宝田容疑者の行動は許されるものではありませんが、彼が抱えていた経済的な困難や恐怖心に対する理解も必要です。家族や社会がもっと早く支援できていれば、異なる結果になったかもしれません。